ときめき橋は、新潟県新潟市の信濃川に架かる北陸自動車道の道路橋梁を、左岸側は西区、右岸側は江南区。北陸自動車道の新潟西インターチェンジと新潟中央インターチェンジとの間に位置し、信濃川の道路橋梁としては、川口から9番目に位置するファン型シャバリ橋。名称は公募により決定した。 橋町は372.550メートル。なお、北陸道の新潟西インターチェンジ、ときめき橋、橋梁部の区間はカーブが連続する上、オーバーパスアンダーパスを繰り返すため起伏が続くことから、制限速度は終日時速80キロメートルとなっている。日本海側の高速道路では、初めてのファン型地中式車張り橋である。景観を考慮して、 時が大空を飛ぶ姿を衣装として、手刀を、くちばし、ケーブルを翼に見立てて、手刀には頂上を斜めにするとともに、朱色のストライプが入れられている。構造的には、着雪対策として、横材を使用しない一面釣りとした。また、昇板については、高車張り橋では高昇板が、一般的だが、路面凍結防止及び台風性を考慮して、鉄筋コンクリート昇板が採用された。 1994年7月28日に、元橋を含む北陸自動車道の新潟亀田、インターチェンジ新潟西インターチェンジ間が完成4、車線で開通した。このときめき橋にちなみ、橋の左岸が頭と、西神原郡、黒崎町大技寺地及び山田に整備された住宅地には、ときめきタウン黒崎という愛称が付与され、 同地内を経由する新潟交通電車線には1997年にときめき駅が設けられた。その後住居表示が実施され、地名もときめき東、ときめき西となった。ありがとうございます。